現代の技術で 3D 風に、天球、天の赤道、王道を簡素に描いたもの。上手に、さらに天球上の緯度線、経度線や星座なども加えた上で王道を緑の線で描いたもの。中国の機械学者、天文学者のイケル賞。星座図とも書いてあり、この時代には太陽を中心説で理解した上で王道を位置づけるようになっていたこともわかるもの。 現代のコンピュータ技術を用いて 3D 風に描画してみたもの。太陽中心説の模型を用いて王道が現れる仕組みを説明した現代の GIF 動画。黄色が太陽、青色が地球。地球は太陽を中心としてその周りを公転しているから、結果として地球から見ると、あたかも太陽が天球上を一周しているかのように見えるということを説明している。 王道とは、天球上における太陽の見かけ上の通り道を言う。地球から見た空を一つの球体とみなし、もろもろの星座を、天球の地と考えると、太陽はこの天球を一年かけて一周するように、見える。例えば、1月20日には、太陽は、ヤギ座の中に位置して、一緒に回っているが、1日に約一度ずつ移動し、2月20日には、水亀座の中に、 3月20日にはさらに移動して、魚座の中に位置して、一緒に天を回っているように見える。この一年かけて太陽が、ゆっくりと星座間を移動する道を王道という。また、この時太陽がその中を通っていく12個の星座を王道12星座という。王道は天の赤道に対して、約23度26分傾いている。この角度を王道傾斜角といい。 地球の交点面の水線に対する地軸の傾きに由来するものである。白道は王道よりさらに5度8分7秒を傾いている。王道と天の赤道との二つの交点を分点という。このうち王道が南から北へ交わる方を春分点と言い、春分点を起点として王道を360度に分けたものが光景である。もう一つの交点を終分点と言い、 合計180度に当たる。現行の二十四節気は、王道を15度ごとの24分点に分割して、定められている。行動とも、王道とも読まれているが、文部科学省の学術用語集天文学編では、行動と定められている。ありがとうございます。